現在のケント公、エドワード王子ケント公爵は、イギリスの公爵くらいの一つ。グレートブリテン貴族、または、連合王国貴族として複数回助爵されている。現保有者は、国王ジョージ5世の孫である王子エドワード。現在の従属爵位は、セントアンドルーズ伯爵とダウンパトリック団爵である。ケントという称号が最初に現れたのは、 古代のアングロイコールサクソン7王国の一国である、ケント王国においてである。ケント王の歴史は449年頃まで遡ることができる。825年、ケント王国がウェセックス王エグバートによって征服されると、彼の息子であるエゼルウルフがケント王位に上り、その後はウェセックス王の政党後継者がケント王位を襲うようになった。 そして860年、ケントは王国としての地位を失い、ウェセックスに併合された。11世紀中期、ケント伯爵が出現した。リオフアインあるいは彼の父であるゴドウィンが初代とされる。しかし1066年、ヘースティングズの戦いで、リオフアインは戦死し、世襲は途絶えた。ケント伯爵は、その後11世紀から15世紀までの間に、 イギリス君主によって6回除釈された。1067年、万有主教のオドを除釈。1088年、同人から剥奪。1141年、ウィリアム・ドゥイ・プレスを除釈。1155年、同人から剥奪。1227年、ヒューバート・ドバラを除釈。同人の死後に廃絶。1321年、エドマンド・オブ・ウッド・ストックを除釈。 1360年、エドマンドの娘ジョーン・オブ・ケントの夫、トマス・ホランドを通して、ホランド家に移り、1408年に廃絶。1461年、ウィリアム・ネビルを助釈。同人の死後に廃絶。1465年、エドマンド・グレーを助釈。第12代ケントコ・ヘンリー・グレーまで世襲。初代ケント公爵ヘンリー・グレーの紋章第12代。 ケント博ヘンリー・グレイは1706年11月14日の直居場によってイングランド貴族としてケント公爵、ハロルド伯爵及びゴドリッチ爵に少女された。さらに1710年4月28日にはグレートブリテン貴族としてケント公爵に昇る爵し、この時初めてケント公という称号が生まれた。また初代公の年にあたる1740年には 孫娘ジェマイマも継承者に加えた、グレー公爵の助爵を受けた。しかし後継者に恵まれず、同人の死をもって、ケント公爵を含む多くの爵位は廃絶、グレー公爵位も孫娘の死により途絶えた。1799年4月23日、国王ジョージ三世紀の四男である、王子エドワード・オーガスタスが、ケントストラザーン公として除された。しかしエドワードも、 また後継者を持たなかったため、これも一代限りで廃絶した。1934年、国王ジョージ5世の4男である、ジョージ王子が、ケント公に除された。1942年に、ジョージが航空事故により死去したことにより、長男である、エドワード王子がこれを接襲し、現在に至る。法定推定相続人は、元当主の長男であるセントアンドルーズ伯爵。 法廷推定相続人の法廷推定相続人は、その息子ダウン・パトリック・男爵・エドワード・ウィンザー。イギリス王族の公爵員。ありがとうございます。